はい、よろしくお願いします。今回は数3の第二次導関数とグラフ丸3をお送りします。で、前回ね、本当は2番で使いたかった問題入りきれなかったんでね、今回1問この問題やっていきますので、ぜひね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分がこの問題解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回同様この曲線の外形を書いていきます。では、前回と同じね、分数にはなってるんですけど、この問題ですと特徴があって、まあ、下の次数分母が今1次なんだよね、 x のみで、上が2次になってます。で、こういった時はまず変形してしまうと楽になります。で、どうやるかっていうと、自分はね、これちょっと分母が2で、くくり出せるので、まあ出さなくてもいいんですけど、まあ、自分と出した方がちょっと楽なんで、このまま行きましょう。こう出してしまうと。こうやってね。で、2が出てくるから、まあ、2分の1をこう書きますと。で、ここで割り算します。分子割る分母を。まあ、どこでも構わないんで、まあ、暗算できる方は暗算でも OK です。まあ、一応書きますね。こうやって。で、X にすると、まあ、2乗が消えるから、こうなって、こうなる。で、同じように引き算すると、マイナス 2x プラス4です。で、マイナス 2x にしたいんで、マイナス2をかけて、こうなる。で、マイナス 2x かけて、プラス2。で、引くと2が残りますと。つまり、元々のこの分子の x2 乗マイナス 3x プラス4。こいつは、これとこれをかけたもの、プラス2と。まあ、こういう状態ね。カッコカッコで、プラス2となります。いいかな。で、変形ができたので、つまり、y は、2分の1出しておきましょう。x マイナス1分の x マイナス1、x マイナス2プラス2と、こう変形できる。で、こっから、こいつを、この左側と右側に分けます。分ける。で、まず、右側からいきます。x マイナス1分の2になりますよね。で、x マイナス1分の2と、これをまあ、これまあ2分の1分配しなきゃいけないんで、分けると、x マイナス1分の1です。今、この右側ね、ここと、これをかけた感じ。で、次は、こっちと2分の1。まあ、2分の1配らなきゃいけないからさ、かけると、ここはこれが約分できるので、x マイナス2が残ります。だから、プラス、まとめて2分の x マイナス2って書いてもいいんですけど、ちょっと後の説明の都合で、ちょ、意図的にこう書かせてください。2分の1、カッコ、x マイナス2と。まあ、割り算をして変形しておきます。そうすると楽になる。いろいろとね。で、まあ変形したんで、まあせっかくなんでこっち使って微分していきましょう。y ダッシュと言っちゃった。y プライムですね。やっていくとですね、まあこっち、この x マイナス1分の1に関しては、まあ、痴漢じゃねえや。置き換えやってますけど、マイナスが出てきて、下の次数が増えるから、まあ、こうですかね。ちょっとマイナス1上乗せちゃいますね。で、こっちが x マイナス2微分すると0で、0じゃねえ、1になるだけなんで、プラス2分の1が残ってこうですね。こうなります。で、通分して、y プライムイコール0を考えてもいいんですけど、おっと。y プライムイコール0。つまり、これイコール0じゃないですか。で、これイコール0ちょっと変形というか、まとめると、まあ、移項を使ってね。まとめてこうなるんですよ。これイコール0で移項しただけです。で、まあ、x が1ではないっていうのはここで分かってることなので、まあ、一応書いてもいいんですけど、まあ、罰掛け、分数イコール分数になったら、こうやって、罰にかけて、罰にかけてイコールで結ぶことができるので、今、変形すると、x マイナス1。の2乗イコール2とこうできます。まあ、1じゃないんでね。x が。で、これ解くと、2乗外して、プラスマイナスルート2。だから、x イコール1、プラスマイナス、ルート2とこうなります。y プライムイコール0の時はね。まあ、普通に通分して考えても全部もちろん同じ答えにはなるんですけど。で、OK。で、やべ、すでにちょっと入らない気がしてきたぞ。で、ダブルプライム行きましょう。で、ダブルプライムは、まあ、ここから行きましょうか。まず、こいつですね。
下が、マイナス2乗になってるんで、マイナス2が出てくるから、2が、まあ、マイナス1とくっついて2になると、分母がね。ちゃんとやるか、ここはね。書き直すと、こうです、こいつの部分。まあ、こうなってる。で、微分すると、肩の数字が出てくるんで、マイナスとマイナス2がくっついて、プラス2になります。で、肩の数字が1個下がるから、こうなる。つまり、x-1 の3乗分の2とこうなります。で、2分の1の方は微分するとき0になってしまうので、まあ、これで OK。で、ダブルプライム、ここに関してはイコール0と言っても、まあ、出てこないというか、まあ、分母のね、1にならないっていうのしか出てこないので、まあ、それだけで OK だと。じゃあ、増減表。いきましょう。ちょっと右上使うか。いや、あ、いや、右上使おう。少々お待ちください。で、x、y プライム、w プライムの y と。で、1マイ、1プラスマイナスルート2なんで、まず1マイナスルート2で、ないところ1ですね。で、あと1プラスルート2で、あとこう。で、ここはまあ全部×になる、今回はね。で、プライムが0、0とこうなっております。じゃあ、プラスマイナス入れていきましょう。まず、ダブルプライムからいきましょうか。前回の問題と同様です。分母が3乗になってるだけなので、分母がプラスになればプラスです。3乗した時にね、マイナスならマイナス。つまり、1より大きければ分母がプラスなんで、3乗しても全部プラスになると。こっちは全部逆にマイナスになります。では、プライムいきましょう。ここです。2分の1はまあね、放置でいいでしょう。この部分が大事ですね。ここは、x が1プラス2、2乗してるんか。してるから、あ、待って、通分した方が分かりやすいのかな。プライムだと、どうしようかな。2分の1。そうですね。さっきやったときどうしたっけ。あ、違いますね。ごめんなさい。大きい数を入れていくと、どんどんね、大きくなっていくと、結局分母が大きくなるんで、ゼロに収束するのか、これもね。で、同じようにマイナス、負の無限大に入れていっても、こいつがゼロに収束するんで、2分の1が残るんだね。だからプラスってわかるんだわ。失礼しました。で、この部分は、ま、1点ちょっととか入れていくと、ここがね、すごいでかい数、ひっくり返るから。ひっくり返ってでかい数で、負が強くなるんで、ここが、こう、マイナスになると。まあ、増減表は前回と同じか。ダブルプライムがマイナスのとこは上に凸です。こう。上に凸。で、上に凸で増えてる。増加だからこう。こっちは減少だからこうです。で、ダブルプライムがプラスっていうのは下に凸。この状態で減少だからこうで増加でこうと。まあ、形的にはね、こうなると。で、値も入れておきましょう。代入はどっちが楽かな？元に入れても多分普通に解けますけどね。こっち入れちゃいましょうか。プラスからいきます。入れると、ルート2分の1、プラス2分の1の、ルート2マイナス1か。これが、2分のルート2にしとけばいいのか。そうすると、2分の2ルート2、1、マイナス1でいいのか。マイナス1、こうか。いいかな。で、こっちは負バージョンだから、結局入れると全部に負がつくのかな。マイナス2分の2ルート2、マイナス1でこうかな。OK は、さっきやったやつだと OK です。あ、違うか。ここの負をひっくり返るのか。こうだね。失礼しました。こうだね。まあ、これで一応増減表は完成です。ただし、前近線が必要なので、まあね、行きましょう。前回同様、前近線です。で、どっちからやりましょうかね。まあ、どっちでもいいんですが、まずリミット。じゃあ、x を無限大にしましょうか。無限大。x を無限大とマイナス無限大で考えていきます。で、その時に、y を0に、収束させたいんですよ。その時どうするかなって。前回だったら y から x を引きましたみたいな感じだったんですけど、今回ここで変形が生きてきます。実は途中式を気にしないんだったら前近線一発でわかるんです。今この状態で。でただ途中式書かされるかもしれないから一応書くんですけど、で、ポイントは変形したこの状態、ここです。この式。
で、何が大事かっていうと、今こっち分数で x マイナス1分の1になってるんですよね。こうすることによって、ここは無限大に振ろうがマイナス無限大に振ろうが0に収束するんです。こいつに関しては0に収束してくれる。で、そうすると、つまりこいつが邪魔なんだよね。前回と同じように考えると、こいつがいなくなってくれれば、こいつが0に収束する。だから、プルト無限大、さっきあれかな、間違って言ったかな、 x を無限大に振った時に0に収束するところを探したいので、こいつが邪魔だと。だからちゃんと書くなら、 y からこいつ2分の1括弧 x マイナス2を引いたもの、つまりこいつだけね、残ってる、こいつをプラス無限大に振ってあげれば0に収束するし、おっと、マイナス無限大、同じようにね、振ってあげればこいつも0に収束すると。つまり2つともこれがなったので、y マイナス2分の1カッコ x マイナス2、こいつが0、つまり y イコール2分の1カッコ x マイナス2、こいつが全近線ってことがわかります。で、なんで途中式を書かないんであればすぐわかるって言ったかっていうと、こういう変形、まあ分数になってて割り算をして変形して分数分の1、まあ1じゃなくてもいいけどね、まあ定数になって、定数が実数かになってて、プラスこういう状態になったら、ここが全近線なんだよね。結局同じでしょ、ここなってるのが。そうだからすぐわかる、本当は。いい、でまず1個、これは x を無限大とマイナス無限大で飛ばしたバージョン、 x を飛ばしたバージョン。じゃあ次は y を、プラス無限大、マイナス無限大にしたいんだよね。したい時どうするかって方で、y を何かしてこうしたいの。でさ、前回の動画、もしね、なんだ、もう一個ちょ基礎の問題やったんで、そっちを見てもらえたらと思うんですけど、前回は、原点、プラス方向から0に近づけた時だったんですけど、今回はここがミソになってて、こいつがプラス無限大とかになる、決定台になるんだよね、ここに関してが。で、こいつをプラス無限大になるっていうのは、前回だったら、x 分の1だったんで、0に限りなく近づける超ちっちゃい数にすれば、ひっくり返ってこいつがプラス無限大とかマイナス無限大になってくれたのね。じゃあ、同じように分母、x マイナス1が限りなく0に近づいてほしい。どういう時かっていうと、x マイナス1なんで、x が限りなく1に近づいてほしいの。1マイナス1が0だから。だから、1にプラス方向から近づけていく。x を。いいか、1に近づけていくの。これが前回との違いです。で、そうすると、ここが限りなくプラス、こっちはもう無視でいいからさ、限りなくプラスになっていくんで、無限大になる。そして、そっちにグラフ書くか。下に行こう。ちょっとね、ごちゃごちゃして申し訳ない。1にマイナス方向から近づけていくと、マイナスだからね、マイナス無限大になりますよって、よって入るかな、 x イコール1が全近線です今回。前回は0に近づけていったので、 x イコール0が全近線だったの。つまり x イコール0って y 軸のことなんで、そうなったと。じゃあ全近線2つ分かったんで、グラフ書いていきましょう。そうだね、本当に。入ってるかな、下がちょっと怪しいか、このぐらいか。で、まず全近線、こいつ2分の 1x マイナス1だから、マイナス1で、このぐらいかな、ちょっと曲がったけど、これが全近線、 y イコール2分の1カッコ x マイナス2と、 x イコール1が全近線なんで、ここ2だからね、その半分か、これが全近線になってます今。いいかな、ちょっと、まあ大丈夫か。で、でなんだ。で、原点じゃねえや、1プラスルート2のここの座標、まあつまり2より上だから、こっちのこの辺か、まあ、ここはね、厳密にっていうふうに言われないので、場所が間違ってなければ大体
で、2分の2ルート2マイナス1。で、同じように、ここ、わあ、ここのこの辺にしとくか。ちょっとあれだね、ずれちゃったけど。1マイナスルート2の2分のマイナス2分の2ルート2プラス1こうかになってて、あと同じです。登ってきて下るだけなんで、で前傾線ぶつかんないように意識しながらこうしてこういう感じかな、場所としては。でこっちも下がってきてこうなってで、こういう感じ。ちょっと、曲がっちゃうけどね。で、OK です。前傾線もちゃんと書いてあるんでね。で、前回とちょっと一個プラスしなきゃいけないのは、ここに Y 切片が生まれちゃうので、ここの座標は埋めておきたい。ここは。おそらく書かないと、まあ、バツくらいかちょっと、まあ、厳密わからないけど、書いておいた方が安全です。で、これは結局、Y の式、元々の式に X イコール0なんで、まず0代入してもらうと、まあ、消えるからね、ここね。マイナス2分のプラス4だから、マイナス2って、ここも書いておいて、これで終了となります。ああ、長い。まあ前回のね、動画でも言いましたけど、外形を書けっていう問題が、このね、この書く問題が受験にとは、そんな思ってはないんですけど、まあ定期テスト対策が主にはなるんですが、やってることが非常に大事なので、で、こういう感じのグラフになるよなってイメージを持つこともね、非常に大事なとこなんで、ぜひ、押さえてもらって自分の力で解けるようになってください。では今回は数3の第二次導関数とグラフ丸3をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。